俺の名前は津川幸寛と言います。会社の同僚に紹介してもらった同い年の彼女の美咲は付き合って1年ほど経ちます。そして最近美咲と同棲を始め、俺は幸せな生活を送っていました。その時の俺は大学を卒業して就職したばかりだったので、まだ貯金は少なく、美咲とは結婚を意識していましたが、美咲にはまだ言い出せないでいました。ある日、幸寛は私と結婚することとか考えてくれてる？と美咲に聞かれました。俺は不安な気持ちにさせていたのかと申し訳ない気持ちになり、もちろん美咲と結婚したいと思ってるよ、でも今はまだ結婚式を挙げられるほどの貯金がないから、あと1年待っていてほしいと一生懸命素直な気持ちを美咲に伝えました。すると美咲は、お金なら私が出すから、早く幸寛と結婚式をしたいの、幸寛の奥さんになりたいとどこか必死な様子で言いました。俺は何度もあと1年待ってくれと伝えましたが、美咲は諦めず、俺は美咲の根気に負けて婚約をしました。しかし、そんなに俺と結婚したかったのかと美咲の気持ちを嬉しく思い、美咲を幸せにしようと決意しました。それからすぐにお互いの両親に結婚の挨拶をし、友人や美咲を紹介してくれた同僚に結婚の報告をしました。両親はとても喜んでくれて、美咲を紹介してくれた同僚は、お前たちが結婚することになって本当に嬉しいよ、幸せになってくれと涙ぐんでいました。そしてささやかな式を挙げられる結婚式場を2人で探して予約し、俺たちは結婚に向けて準備を進め始めていました。仕事と結婚式の準備で忙しい毎日を送っていましたが、充実していてとても幸せでした。結婚式場を予約してから3ヶ月ほど経ったある日、俺は県外に出張に出ていたのですが、仕事が順調に進み、予定よりも1日早く帰れることになりました。上司に連絡すると、たまには直帰して結婚式までの貴重な時間を彼女と過ごせと言ってくれたので、俺は美咲の好きなケーキを買って昼頃に家路を急ぎました。この日、美咲は仕事が休みの日で、美咲を驚かせようと思い、連絡はしないで家に帰りました。胸を弾ませて玄関に入ると、見慣れない男物の靴が目に入りました。俺は少し不審に思い、そっとリビングを覗くと誰もいませんでした。寝室の方から美咲の声が聞こえたので、足音を立てないように寝室に行き、部屋を覗くと、なんと美咲と美咲を紹介してくれた同僚が裸で抱き合っていたのです。俺はショックを受け、目の前が真っ暗になりましたが、なんとか持ち直しスマホを取り出して2人を撮影し始めました。今思うと、こんなに冷静に行動できた自分に驚いています。10分ほど撮影して、ところで俺は別室に移動し、両親と美咲の両親、そしてある女性に電話をして急いで家に来るよう伝えました。一番早く家に到着したのは美咲の両親で、その後すぐに俺の両親も到着したので、みんなで寝室へ向かい、勢いよくドアを開けました。そして俺たちを見た美咲と同僚は顔を真っ青にして急いで服を着始めました。俺は服を取り上げ、2人に、とりあえず落ち着いてそのまま座ってもらえますかと2人に詰め寄りました。俺は両親に制止され、少し落ち着いてから、いつからこういう関係なんですかと聞くと、同僚は観念した様子でうなだれ、大学時代からだよ、お前に紹介するずっと前だと言いました。その瞬間、一人の女性が勢いよく部屋に入ってきて、今の話は本当なの？まさかこの子と不倫してるなんて思わなかったわと引きつった顔で言いました。そして同僚の胸ぐらをつかみ、あなたにもお相手の方にも慰謝料を請求させていただきます、もちろんあなたとは離婚するし、親権も私だからと引きつった顔のまま言いました。その女性はなんと同僚の妻だったのです。美咲、既婚者と関係を持っていたの？なんてことしてくれたの？と美咲の母は怒鳴ると、彼女は気まずそうにうつむいていました。同僚は真っ青な顔のまま、待てよ、俺は離婚なんてしたくない、この女とはただの遊びだったんだと必死の形相で奥さんに言いました。そうよ、私が愛しているのは幸寛だけなの、この人とは遊びなの、お願い信じてと彼女は泣きながら俺にすがりついてきました。
そんな彼女を気持ち悪いと思い、全身に鳥肌が立ちました。彼女を突き飛ばし、吐き気を催した俺はトイレに駆け込みました。両親はトイレから出てきた俺を支えてくれて、とても心配してくれました。そして、今日はこれぐらいにしておいて、後日またきちんと話し合いましょうと父は言ってくれて、その場を仕切ってくれました。俺は両親に支えられたまま意識を失い、倒れてしまいました。気がつくと実家のベッドに寝かされていて、翌日は仕事を休んで病院に行きました。医者の話によると、過度なストレスにより意識を失ったということでした。俺は1週間ほど起き上がることができませんでしたが、その間に両親は俺の看病をしてくれたり、同僚や彼女と彼女の両親との話し合いを進めてくれました。そして話し合いの結果、彼女との婚約はもちろん白紙になり、同僚は離婚することになったそうです。同僚の奥さんは言葉通り同僚と元彼女に慰謝料を請求し、同僚と元彼女はそれで合意しました。後で両親から、お前が話し合いに参加できていないのに勝手に婚約を白紙にしてしまって申し訳ないと謝られましたが、俺は絶対に元彼女と再構築をするつもりはなかったので、いや、彼女とはもう終わりにするつもりだったから助かったよと、逆に俺の方が両親に感謝をしました。その後、同僚の奥さんは同僚の不貞を会社に報告し、噂は会社中にすぐに広まりました。そして会社に居づらくなってしまった同僚は退職を余儀なくされました。同僚は退職する日、俺に話しかけてきそうな雰囲気でしたが、俺はそんな同僚のことを無視して仕事に没頭しました。それからは同僚や元彼女のことを早く忘れようと仕事に打ち込む日が続きました。1週間仕事を休んでいたので、たまった仕事を消化し、同僚や元彼女のことを考える暇もなかったので少し救われました。両親は俺を実家に呼び戻してくれて、まだ体調が万全ではなかった俺のサポートをしてくれたので、両親には本当に感謝しかありません。そして元同僚は離婚した後、元彼女とは付き合わず、他の女性と付き合い始めたので、それが気に入らなかった元彼女は、元同僚に悪質な嫌がらせをして、警察沙汰にまで発展したそうです。もう今の俺には関係ありませんが、元同僚と元彼女には自分の犯した罪の大きさをもっと自覚してほしいと今でも思っています。しばらく恋愛などは避けてきましたが、俺も少し勇気を出して前を向いていきたいと思えるようになりました。